じゃあどうもよろしくどうぞ。刑事一番最後に任したかな。あ、すみません。ゲート一番最後じゃあ。しゃべりは任した。ゲートなんですか。僕は本体がちょっとわからない。星野監督の話してくれて。星野かぶってないとか。いや全然僕が入る。ベップさんですよ。ベップさんか。はい。ベップさんです。ベップさんか。だから俺の監督スクイーズのサイン出しちゃってパンって決まったら、あーナイスナイスナイスって決まって監督。釣りだとチェンジですと、うん、オーライ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 。じゃあ皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやーですね、今日はですね、僕もちょっと楽しみの企画といいますかね、僕これ YouTube をね、僕1年前に始めたんですけど、 YouTube をやるにあたってですね、やりたい企画なんかないですかって言われた時に僕2つ挙げたんです。実際言いますと、1つが球の遅いピッチャーがプロ野球でどうやって生き残る、ちょっとこの前放送したんですけど、球の遅いけどこんな遅いけど生き残れるやつらすごいっていう話と、もう一つは明治大学っていう明治大学っていう縛りでこれやってほしいという、あのまあ個人的に僕 の、 あの3つ目にヤクルトでですね、広沢克実先輩とあのよく一緒にいることがあってですね、まああの飲み食いする時もね、あのいろいろ昔の話を聞かせていただいたんですけども、若干広沢さんって盛り気味じゃないですか話話するたびに本当ですかっていつも聞くこと多かったんで、これはちょっとあの本当のこと聞いてみたいなっていうのを興味が一つと、あと現実今プロ野球界で一番多いの、選手で一番多いのは明治大学なんです、ね、もう一大派閥どころかもうナンバーワンになってるんで、やっぱりそこにはやっぱり明治大学出身の方々のこの、まあ、まあ秘密と言いますかね、そういうことがあると思うんで、そういうのもこう紐解けたら、あの今見てる、ね、若い中学生高校生たちにもね非常に役に立つんじゃないかと思ってまして、今日は皆さんに集まっていただきました。今日はどうぞよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。まあ、ちょっと初めに言っておきますけどね、今のコンプライアンスで言い出すとちょっとダメな部分が多分今日の話の中出てくると思いますから、それがもう嫌だっていう人はもう見ないでください多少出ます、今日の話の中では今の時代じゃ無理だよねって加藤さん出ますよね多分ね。それがメインになるかもしれないとこあるからね、編集しまくる、ね、昔はこんなんだったけど、ね、まあまあ今は違うけど、まあそういう話も含めてですね、多分出るんじゃないかなと思いますんで、それは皆さんね、その辺は了承していただきたいなと思います。まあ、この番組いつも恒例でやってるんですけど、まずはですね、年齢順列っていうのをですね、皆さん年齢がどれぐらいのものかっていう、野球関係って一つ違いで大違いですから、はい、そこはちょっとしっかりしておきたいかなと思いまして、すみません、香取先輩の方が、はい、もう先輩なら分かってるんですけど、先輩何年生まれでしたっけ。僕は1957年3月10日、65歳になりました。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで武田和弘さんです、はいはい、同級生です、はい、武田和弘さんと僕は同級生で、普段から僕も武と呼んで、だから僕と、うん、タケはあのタメ口でいつも喋ってる。そうです。僕あのタケの方からも結構聞かされてます。明治大学の話は。広沢さんと同じぐらいでしょ。持ってないでしょ。いやいやということで、じゃあ謙信は。僕は1975年の6月22日で、うん、誕生日が武田さんと一緒なんですよ。で46歳です。だから10個違いってことですかね。ちょうど10個違いってことで、僕もそうだけど10個違いってことで。はい。加藤さんは9個。9個。はい。ちょっとだから香取さんと竹の間に広沢克実という人がいるんですね。います、まあ、もう一人平田勝夫という人もいるんですけど、この間に4日ですか。そうですね、まあ、まずはじゃ あ、 その今日ちょっと来れなかったんですけど、広沢克実先輩がですね、いろいろと明治大学の昔話をしていただいてるみたいなんで、じゃあちょっとお願いします。そうだよね、だって明治大学の野球部っつって島岡岸郎抜きに語れないよね。今も銅像になってるしね。あのね、俺らがもう完璧にやると怒る、なんか材料がないわけだよ
そうするとさ、もうボールを持って落っことしてくるんだよ、パーッと。ダサ型、こんなとこにボールが落ちてるっつって怒られてないじゃないか、そうそうそう、てめえらたるんでるってことになっちゃうわけだよ。で、見せたボールは大体ニューボールやっぱ引き締めですよね。わからない怒りたいってこと、怒りたいね、うん、勘違いもする人だったね。だから2アウトランナー2塁で監督スクイズのサイン出しちゃってパンって決まったらあーナイスナイスナイスって決まって監督スリーアウトチェンジですと、うん、オーライ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 。本当ですか。あるあるある、そんなのいっぱいあるよピッチャーの練習がすごい球数投げさせられる。まあ天気がいいと1000球投げさせられるよ。天気がいいといいと。あのこういうなんていうの、機械があって数える、数えてんだけど途中寝るんだよ、ポカポカ陽気だからとそうするとまあ進まないわけだよ。それでも投げてないといけないんですか。いや、もう寝たなと思うとピッチャーがイエイっつとキャッチャーがナイスバーンってやってな。監督は一緒に寮にいるんですか、うん、一緒ずっと365日ずっといる。すごい。だから僕らが1年生の頃に今阪神の二軍監督してる平田さんがキャプテンで、今日の試合法政戦勝てば優勝っていう試合、これ負けたんだ俺。したらもうこっち打ってさ、まあ20畳ぐらいある部屋に全員正座よ。で2時間ぐらい正座させられた時に島垣城がダダダダダってやってきてさ、まあこのぐらいの長細い綺麗な袋ですよ、パッてその袋を取ったらこのぐらいの刃渡りこのぐらいの日本刀パーッと取ってブワーッとかやって、これで平たいか全員切腹しろって言った。俺こんな大学来たんだなと。もう平さんはもう泣きながら音体明日は勝ちますのでどうか命だけはっつって、もうその次の日勝ったけどね音体って呼ぶんですか。あ、みんなね音体って話しないんだよ。まあビッグボスみたいなもんだなちょっと違う音体本当に悔しくてパッて目が覚めたりするってことですか。その声泣くんだから、泣くの負けて選手たちの前で泣く。なんつうの、みんな紅白戦って言うじゃん、試合あのチームの中でやるの。俺らコンパク戦っていうのね、白と紺で分かれるんだけど、で主審が島岡吉郎だ。よう挑んでピッチャーがファーボールでも出すもんだら、もうマウンドまで行って、てめえファーボールなんか出しやがってってボコボコだ。で変な試合すると、うわ俺はこんな試合が大嫌いだなって泣くから、って、うん、え、それおいくつぐらいの時なんですか。あれで60回ったぐらいかな。すごいっすね、そんな、うん、だけどその反対ピッチャーがいいピッチングしたらもうご満悦だよ、うー今日はいい試合だったっつって。よく選手たちがその感情についていきますね。いや慣れだな慣れ面白かったな今のがいや、まあ明治大学で言えばね、やっぱりもう監督島岡監督を抜きには語れないと思うんで、今ねこう音体とかいう話だったんですけども、もう香取さんの時代からもう音体って呼ばれてたんですか。音体ですね。音体です。音体っていうのは何なんですか。すみません、ニックネームみたいになってるんです。みんなが音体って呼ぶんですか。音の対象ですよまあ、先輩とか、まあ、音体に対しては音体って言うんだけど、仲間内ではまあ同級生とか親父って呼んでました。ああそうですか。そこはもう区別は同級生ぐらいからかな。そこから上の人に対しては必ず音体って音体って、まあ、ほとんど合ってましたよそうあんな感じですか。あんな感じですもう香取さんの時からやっぱりもう厳しい感じなんですか。いや厳しかったですね。僕らの頃は多分、まあ、広沢の時もまだ元気だったので、まあ愛の鞭は結構思いっきり食らった方なんで、本当こう一発愛の鞭もらうと星が出るぐらいキラキラキラしてました島岡監督あれなんですよね、野球部卒じゃないんですよね。そうなんです。そういう話を聞いたんですけど、うん、実は応援団ですけど、応援団、うん、そういう意味でもう
気合が入ってたってことなんですかね。当時の応援団ってやっぱり僕ら縁談といえばちょっと厳しいイメージしかないですから、うん、気合ね入りまくりですよね、はい、でもそれがないとなんか、まあ、それがあって島岡さんだと思うんだけど、すごくまあそれは感じましたね。なんか武なんかね、うん、ずっと住み込みっていうかずっともう寮に住んでられたっていう話も寮があって、うん、こう寮がこういう形なのね、うん、でこう室内練習場で寮で食堂があってっていう寮だったんだけど、この真ん中中庭があるんだけど、うん、そこに家があるのだって家2階建ての家があってそこに住んでるから別宅別宅別宅あ僕の時もありましたあったでしょ、うん、で自分の家はあの久我原にあって、うん、あのたまに夜だけあとはずっとそこにいるからじゃあもう完全にその野球部のまあ選手たちとまあまあずっとまさに寝食ともにそう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 。ちなみに結婚はされてるんですか。してるで吉郎知ってます。奥さんいて奥さんにはいつも怒られてる奥さんに追い出されてる、うん、あのなんか玄関しか入れてくんねえとか言って帰ってくるそれだったら玄関で終わりですよね。玄関で終わりで帰ってくるって。俺たちの時は3階に住んでたの。あ監督です。監督はあの真ん中なくて、ま、真ん中はあのそこはラグマが住んでたの。そあそうなんですね。北見さんとかが住んでたんで、北見さんは住んでた、はいはいはい、だから2階がその監督のミーティングルームで、うんうん、3階に住んでた。あそうなんですね。そうそう、あのさっき広沢さんがなんかすごい担当を持ってきて日本刀っていう話しました。これぐらいのでああいうこうなかなか今じゃ考えられないこと、香取さんこれはなかったですか。さすがに僕らの頃はノックバットでした、ね、ノックバット NSB のノックバット、はい、あれだと、まあまあ、大きい方でこうこの辺にこうスッとこう来るフルスイングですね。フルスイングでこう受けるか大きい方でですか。大きい方です、ね、普通なんかグリップとかでこうではなかった。大きい方でこう上から本気ですよ。本気本気で本気ですよ。いやそれうまくこうだって寸止めすることかな、はい、2年の時かな。福岡さんキャプテンで、うん、秋の陸戦ですげえ強くなくてチームがで福岡さん首位打者争っててでお前悪いって怒られてバットやられてこうひび入ってそれで試合出てたぞ、うん、まあ言えないわ、ね、それで首位打者だったそれなっても言えないわ、ね、言えないです。マネク貼っとけたよ。それぐらいはかすり傷だからそんな感じです、ね、明治大学で言わせるとね。あと勘違いでなんか卒業された香取さんの明日の先発だとかなんか。いや僕よく言われましたよ。カトリさんカトリーって言われましたからね。ピッチャーカトリーとか言われますから、ね、いやいやもう相手分かってるから、相手も分かってる審判も分かってるから僕が本当に話とか知ってるんであれですけど、神宮とかで審判にピッチャーカトリーとか言っちゃうんですよ。言っちゃうんだけど僕出ていくじゃないですか。でも審判も分かってるんでそのままカトリーとは言わないです。放送でカトリーさんの名前は出さないですよ。でも普通にオープン戦とかで言われますよ。それほど信頼感ってことですか、香取さんへ。いやいや投げ方似てるしなんか蘇ってくるんじゃないですかね多分。まあ身長も似てるし似てるし、はい、そういう感じじゃないですか。いやよく言われましたよ。なんか香取さんが僕もこれも広沢さんが聞いた話なんですけど、うん、今日はピッチングだっていう島岡監督に言われて2000球だって言われてブルペンでそういうその僕らで言うととんでもない数じゃないですか、うん、そんなことって言われたことってあるんですか。それがなんか後のタフマンにつながったっていう話も。まあ選球なかったことはあります。選球それは試合オープン戦やってて相手国士官だと思って、はい、打たれちゃった、はい、初回に、はい、だからそのままブルペン行けセンターのねブルペンあるでしょあそこ行って選球になる。選球選球ですか早く行けこの野郎って言われてそのまま行ってずっと当然係数カウントしなきゃいけないんでキャッチャー試合やってるんで監督がベンチにいるわけですよ、はい、投げてこいって言われてもトコトコ走っていってキャッチャーにキャッチャー渡してキャッチャーもね3人変わったんだけど、はい、やるのってやるよ全部数えてで最後渡せって言ってで試合が終わった時にちょうどピッチング終わって995ぐらいとか950ぐらいかな。親父が来て簡単持ってきてカチャカチャってやっと落とせるまで、はい、OK それで本当に投げたんですか。投げました。わ同級生林って言ったけど、うん、あいつは朝日が昇ってあの日が沈まに投げて1600球投げてそれで肩壊れてた、まあ、選球投げました、ね、本当に投げてた、ね、まあ、選球まで来るとやっぱ300ぐらいまでは普通にまあなんとなく投げれるんだけど500過ぎたらボールもらっても足上がってて持ってオートマチック
脳死状態で何も考えずに投げて、でたまにロジンバック触ってキャッチャー変わってってキャッチャー変えてまた始まってまたなんか走り上がってでアウトローにこうスッとボールが収まるようになってきて、数えてる最中に寝ちゃいますからね。でもあれはあの試合負けた時にね、あのゲーム終わって家にか、まあ、寮に帰ってきてインドアでカウンター持って数え始めて三打球投げろ蹴るろって言って急に途中で寝てるの一球だったらカチャッカチャッってカウントしてくれるんだけど途中で止まるそれは数えられない、もう増えていかないです。増えない増えない、寝てんじゃねえ、目覚めるまで起きてるあ、じゃあピッチャーその時は投げない、いや、あの待ってるんだって、待ってるんです、目を覚める。そうでも長くちょっと寝ちゃう時はまだこれしか投げてない、その時やめるやめるわけいかないからとりあえず投げるんだけどカウントしてもらえない、ね、本当に。なんか広沢さんが言うにはたまにブルペンでエアピッチングが行われてたって、だから結局選球投げろって言っても途中で監督が寝だすんで、その寝てる間はおいっつってキャッチャーがおいっつってトラブルしてピッチャーもおいっつってその声だけ出して投げてなかったっていう話をちょっとそれは本当です。本当ですか、これも本当ですか。これも本当です、エアピッチング。だから広沢さんが言ってることは俺の中では持ってないよ、あんまり持ってないすごいな、それはもう森は少なかったね、少なかったもうちょい持ってると思った、意外と少なかったな。いや僕らで言うともう僕はもうこういう話聞くと前が本当ですかってやっぱ聞きたくなるじゃん、まあみんなそうだと思うんだけど、本当ですかって言って紅白戦なんか1日3試合やるじゃない、3試合やったね、それ、それで3試合全部投げるやつもいるんです、1人で、1人で、平塚とかね打たれて次の試合抑えてでまた投げるっていう、3試合投げて、そのエアピッチ竹は全然やったことないけど、そういうのは、ね、そんなに投げろって言われなかった、意外と優秀だったんで怒られたことない、うん、へ、島田さんに殴られたこともない、広沢さん殴られてる、これ見てたけど、うん、広沢さんはこうぶら下げてるほうきあったじゃないですか、あれでバシバシ殴られてたけどもうそれが先輩が殴られるとやばいんだって、下級生が、そうそうなるよなもうやべえな今日。そのほうきは何のために持ってるんですか。ベース履くために持ってるんです、審判やるんですよ、監督が3試合全部審判やるんですよ、でほうきでベースを履いたりするのにこれほうきぶら下げてるんですけど、それが時々狂気になるんですよその明治はなんかコンパク戦っていうんですか、コンパク戦ね、それは監督、まあ、本当はなんで自分でこう審判やるんですか。いや、もうずっと全部審判やるんですよ、うん、でたまにバーンと当たってヨロヨロヨロってなって倒れそうになったりするんで、それは変わってないですよ、変わってないですよね、やってましたね。そこでもなんかこう指導とかで、ストライク入んないピッチャーが投げるともうキャッチャーぶん投げてますから大きいストライクを投げろっつって言ってますよね。そこは変わってない、ね、変わってないですよね。なんか結構なんか泣かれるらしくて、コンパク戦とかでも普通に泣くって聞いたんですよ、まあ、感動すると泣くんですよ ね、 ね、まあそういうこと多かったね。どんなことで泣くんですか。いやなんかいいピッチングしたりとかでも泣きますよ ね、 なんかね、まあ、たまたまあの早稲田戦で先発ピッチャーが6回投げてで延長になって延長15回まで投げたのかな、一人で、その時に勝った時に泣いて喜んでくれました、よかった、うん、ありがとうって大泣きしてました。であれ見た瞬間にやっててよかったなと思っちゃった、うん、その前の日300球投げてるんですよだからあれこれってこれがあるからやってんのかなみたいな、そうそうそう、いうふうには感じたことがあったね感情がよくついてますね優勝した時とか号泣ですよ、号泣してますよ、優勝した時とか子供のように泣いてますよね、うん、すごかった。